赤い首は、私の命はどうなるの？作、絵、吉崎里奈。この人が、私のお母さんになってくれるのかな？やったー。私のお母さんになってくれた。お母さんの抱っこ、あったかくて、気持ちいいな。お母さんが私につけてくれた名前は、さくら。たくさん遊んでくれたり、抱っこもしてくれる。そんなお母さんと遊ぶ時間が、私は一番大好き。ある日、お母さんは私に、赤い首輪をプレゼントしてくれた。さくら、似合ってるね。と言って、お母さんは嬉しそうに笑ってくれた。今日は私の1歳の誕生日。さくら、お誕生日おめでとう。初めて食べるケーキの味はすごく美味しかったな。毎日散歩に行ったり、おもちゃで遊んだり、美味しいご飯も作ってくれて、私すごく嬉しかった。私の一日の中で、お母さんと一緒にいることが、一番の楽しみだったのに。お母さん、今日も一緒に遊べないの？またお出かけなんだ。つまんないな。10分後。ちゃんとお留守番しなきゃ。1時間後。お母さん何してるんだろう。6時間後。お母さんまだかな。今日のお出かけいつもより長いな。ガチャ。あ、お母さんやっと帰ってきた。お帰り。どうしたの？なんでお母さんの顔怒ってるの？ちゃんとお留守番してたよ。ちゃんとお留守番していたのに、お母さんどうして怒ってるの？やめてお母さん、叩かないで。痛いよ、痛い。さくら、こっちに来なさい。私を呼ぶお母さんの声が聞こえた。やった！散歩に行くんだ。お母さんは私にリードをつけた。あれ？今日はどこに行くんだろう？ここはどこなんだろう？私の初めて来る場所。不安になったけど、お母さんと一緒なら大丈夫。お母さん、なんでそんなに急いでるの？お母さん、ここには行きたくないよ。お家に戻ろうよ。でもお母さんは、行くよ。と言って、リードを強く引っ張った。では、申請書を書いてください。処分されることになりますが、本当にいいんですか？はい、いいです。殺すために飼ったわけではないんでしょう。本当にいいです。仕事が忙しくて世話が無理なので。お母さん、誰と話してるの？私がいくら呼んでもお母さんはどんどん見えなくなっちゃう。また一人ぼっちは嫌だよ。ここはどこだろう？どうしてみんな悲しい顔してるんだろう。お母さん、すぐに迎えに来てくれるよね。ここはなんだか怖くて私は嫌い。早くお家に帰って私の温かいベッドで寝たいな。さくら、お前に新しい家族が見つかるといいな。どういうこと？
母さんは迎えに来ないの？奥からだんだん壁が近づいてくるよ。お母さん、早く助けて。怖いよ。どんどん大きな壁が来るよ。ここは何？どこへ行くんだろう？別の部屋に行くの？ねえ、ねえ、どうしてドアを閉めるの？ここから出してよ。怖いよ。私は叫び続けた。嗅いだことのない匂いがして、すごく息が苦しくなってきた。私は必死に扉を引っかいた。大きな声で、助けて！と叫んでも、扉は開かなかった。お母さん、助けて。息が苦しいよ。だんだん足の力がなくなってきて、私は立っていることができなくなった。お母さんと遊んだり、散歩したり、あの時にもう戻れないのかな。だんだん意識がなくなる中で、私が最後に見た光景は、みんなが次々に倒れて、だんだん動かなくなる姿だった。あなたには、犬猫の叫びが聞こえますか？朗読は、杉本彩でした。